はい、丸子のとんかつ屋さん、丸子の美味しいとんかつ屋さんの最高級とんかつのどです。そしてこちらがですね、ベンガルさんの特製のカレーです。はい。でライスも用意してあります。このね、最強の秋葉の最強の2店舗のカレーととんかつ、こちらが合体したらすげえカレーになカレーとんか何カツカレーなんじゃねえかと、いうことでこの後食べてみたいと思います。説明書、こちらが丸子のとんかつ、そしてこちらベンガルの特製のカレーでございます。この2つがタッグしたらどうなるのか、やばいぜ。じゃあちょっとこれから最強合体が始まります。上からがっつりいきますよ。これですよ。こちら丸子ですよ。ベンガルさんですよ。最強タッグいきますよ。じゃーん。ちょっと写真撮らせて、来ました。さあ合体、こんなことしたやついるんでしょうか。実際ちょっと食べる前に僕も写真に収めてあります。はい、はい、こちら丸子さんの最高級とんかつと、秋葉のナンバーワンカレー屋さんベンガルさん、この二人が手を組んだカレー、カツカレー、いただきます。やべえなんだこれ、うんまっ、やばい、最強カツカレー、最強カツカレーが誕生しました。見てくださいこれ、丸子さんのとんかつすげえ、そしてベンガルさんのこれ専用に作っていただいた特製カレーがこういい感じにこうあれですね、合うとんかつに合わせてできてるのでさらっと食べれちゃう感じで、だけど肉が柔らかくてジューシー、これバクバクいけちゃうねこれね。うん、なんだこのうまさは。見てください。うん、やばい、やばい、すごい高級なカツカレーでございます。じゃーん、いただきます。やばい、これは人生でこんなのは食べたことない。いただきます。うん、やばい、お肉がまず柔らかくて、さらに知ってたかのようなベンガルさんがこの味を知ってたかのようなこのカレーのさらっと食べれる感、かといってこうスパイスがたくさん入ってて味がとかじわっと出てくる感じ、肉汁とのこう相性も最高、神だねこれ、神だこれ、やばい、うまいっすよ。うん、なんだこの肉のジューシーさは。うん、やばいっす、マジやばいっす、あっという間に食べちゃいますこれ。
やばいっすよ。見てください、この肉。じゃーん。もう分厚いっすよ、これ。うん、こう絡められるかのカレーのルーがね。スパイスのカレーなので、こうまた違った味ですね、ベンガルさん。なんかサラサラ食っちゃうの、これ。やばいよ、これ。うまっ。うまいっすね。やばい。これが最強のタッグカレーか。やばいね。これはやばい。この最強タッグはもう味は大好きな方なら驚くほどのタッグです。最後のとんかついただきます。うまっ。これはすごい。衣自体はそんなに分厚くないんですけど、肉がすごい分厚いからすごいジューシーな感じですね。ガーン。全部食べました。ごちそうさまでした。というわけで、まるごさんのロストンカツ最高級の、秋葉で一番高いとんかつと、秋葉で一番美味しいカレー屋さんのタッグを組んだカツカレー、完食しました。ありがとうございます。ありがとうございます。うまい。ありがとうございます。